きの見えない老舗同士の争いとなっていますが、八つ橋を買う観光客が納得のいく形になることが望まれます。水曜日恒例のお花プレゼント、今日もゆいさん、横山さんとお伝えしていきます。はい、今週は子供のものを作るオリジナルアレンジメント、お花プレゼントと一年に比べてから10万様にプレゼントいたします。また、お探しのホームページからもご応募いただけます。6時7分頃からはニュースの見方、有名資産家男性の死因が急性循環不全だったことが判明、果たして覚醒剤との因果関係は、詳しくお伝えします。全国の天気をお伝えします。こちらの台は今朝もすでにこの時間から雨が降り出していまして、かなり空気がじめっとしています。この時間はまだ弱い雨ですが、今朝があった方がいいかなと思います。気温は現在 19.9 度です。今日は一日ぐずついたお天気なので、お出かけの際は傘と、そして上着も忘れずにお持ちください。さあ、昨日は中国地方で梅雨入りしましたが、はい、夜にあげた分も朝にはすっかりなくなってます。ねえ、よかったね。えらいね。食べこぼしもありません。食べ残しもほとんどありません。やっぱりロイヤルカナンがこの子たちは好きみたいですね。ずっと製造工場が韓国に移らないでフランスで作ってくれたらいいんだけどね、大ちゃん。よいしょ。むーちゃんご飯入れたよ。怒ってんの？いや、怒ってんの、むーちゃん。朝から大ちゃんと追いかけっこして。朝起きてからどこ行ったかなと思ったら、またお布団に来てねんねしてました。しかもふわふわ玉持ってきてたの、うぎちゃん。ねえ、そんな横向かないでよ、うぎちゃん。うん、まあ惜しいね、ごめんね、ねんねしてたもんね。電気消しね。もうちょっと寝るの。はいはい、おやすみなさい。おーい、ちょっと焦げてしまったベーコンと野菜炒め。息子が釣ってきた、これ何？タイと？左がタイで右がアジ。アジ？アジ？アジ。と、なんかいろんな魚の唐揚げ。いただきまーす。刺身大丈夫かな？むぎちゃんもいたよ。むぎちゃん、お魚の匂いするね。お魚の匂いね。バカトロ、バカトロや。だいちゃん、どうした、ゆみちゃん、なんで上行った？お留守番よろしくね。なんかいるの、ゆみちゃん。こんにちは。なんか虫がいるんだ。マックス。お？
落ち着いたか。あらかわいい。あらまかわいい麦ちゃんだ。似合うね。え、今なんで左足をぴょこってあげた。さやちゃん、おっさんだ。なん、なんちゅうかっこいいや。大ちゃん、なんか折りたたまってる。二つ折りになってる。なんかおかしい。なんか変だよ。からの横着だ。麦ちゃん、ご機嫌斜めのようです。今日もご覧いただきありがとうございました。それではまた明日。小麦です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいにゃん。また見てにゃ。ほなにゃ。